はい、皆さんこんにちは、元気です。今回はですね、若干アレルギー反応が出る方もいらっしゃると思うんで、そういう方はちょっとご視聴をご遠慮いただけたらなと思うんですけれども、とはいえね、そういうこと言ってる場合じゃないような状況になってきたので、今回これをご紹介したいと思います。最強スキンです。はい、レインボーシックスシーズンにはこうキャラクターのコスチュームを変えるユニフォームっていうものがありますよね。まあこれ本来こうゲームのコレクションとして楽しむような、そういう仕様のものになってるんですが、レインボーシックスシーズンにおいてはかなり重要な戦略的なものになります。どれぐらい重要なのかっていうと、大会で禁止スキンっていうのが出てるぐらいに重要なんですよ。このスキンを使って大会プレイしてはいけませんよっていう。昨今この間の JCG の大会等で、あの禁止スキンについて結構トラブルというか問題が発生したためかわからないんですが、禁止スキンがない大会っていうのがとても増えてるんですね。直近ですとジャパンナショナルのデイ3ですね、デイ1とデイ2は禁止スキンがあったらしいんですけど、デイ3だけちょっと禁止スキンがなくなってたりとか、まあそういう状況なんですけれども、当然大会以外でもランクでも当然これはルールがありませんから使えるわけですよ。よく言われる最強のスキンっていうのがエンバーライズスキン。海外の G2 というチームがもう全部エンバーライズ迷彩をつけて、まあ試合を出てたっていうぐらい、それぐらい強いスキンだったんですけれども、今もう買えないんですよ。今からシーズン始めた方とか、エンバーライズ迷彩買ってなかった方って買えないんで、めっちゃ不利じゃないですか。ということで今回はそういった超強いスキンですね、今でも対抗できる、まあ、スキンっていうのをちょっと今日紹介していこうかなと思います。でキャラクター別に一つずつ紹介していくので、ぜひぜひご覧ください。ということでやっていきましょう。まず一つ目なんですけれども、皆さん大好きアッシュ、こちらにも最強のスキンあります。これはもう全員つけた方がいい。こちらですね、この真っ白のスキン、不毛の地って言われるスキンでして、これはもうバリバリ ESL 等の大会では禁止なので、 ESL 等の大会で使ってたら試合負けちゃいます。ヘッドギアも不毛の地ありますんで、現在まだ買えますんで買っといた方が正直いいと思います。今多分ガン現存して買えるスキンの中ではもう最強クラスの一つに、よいしょ、ごめんね猫ちゃん、なるかと思います。次、こちら防衛側になるんですけれども、レーガーにこういったスキンあります。こちら名前をダンブルウィードと言います。多分大会禁止スキンじゃないです、そもそも。なのでまず大会で多分使用 OK のスキン、かつめちゃくちゃ強いっていうぶっ壊れスキンです。これね、領事館とか、あとビラが一番やばいんですけど、ガチ見えないです、これマジで。それだけでマジで KD ちょっと上がるんじゃないかぐらいに強いスキンだと思います。で、他にもいろいろスキンありまして、バルキリーにも最強のスキンあります。それが、こちら、サンドルート。お、やばくないですか？もう真っ白で、顔も隠れてるんで、パッて見た時に顔が視認できないっていうのがもうめちゃくちゃ強いんですよね。これも、バチバチ ESL では禁止スキンなんですけど、JCG では使えるという。これも、現在買えます。まだ購入することができるっていう、まあ、最強スキンになりますね。ちなみに、エリートスキンも結構評価が高くて、エリートスキンに関しては、カメラのデザインが通常の真っ黒から、少しちょっと茶色がかったカメラになってて、昔よりはまだマシなんですけど、それでもだいぶ見にくくて、禁止スキンに設定されたりしています。エリートスキンつながりで、スイッチエリートですね、スイッチエリートもこちら禁止スキンになっています。で、まあ、こんな感じでキャラごとに、まあ、最強スキンみたいなのが結構存在していて、ペールウッドとかもだいぶ強いですねこれね。基本的にこの白っぽいスキンを選択していれば OK です。はい、ということで今ね紹介したスキンいろいろあったと思うんですけども、マジでスーパー OP スキンになります。他にもね、一応ゾフィアとかにもねあったりとか、アタッカーのスキンが結構多いかな、そういうスキンは。ぜひぜひ皆さんちょっと試しに使ってみてください。今お話ししただけなんで、使用感のためにちょっとカスタムでちょっと若干ね、英雄さん画面でこのスキンをつけたアッシュとイエーガーでいいかな、とりあえずちょっと見てもらいましょうか。それではこちらです。毎日15時から18時見るために配信中、みんな絶対見てくれよな。はい、まずこちらですね。不毛の地をつけたアッシュですね。これ、ビラが一番迷彩効果が高いっていう風に言われてるんで、ちょっと見てほしいんですけども、エンさんの方、どうです?もうやばいですね。マジで見えないでしょ。今、こっちから来たんですけど、うん、一瞬わかんなかったです。そうですよね。みたいな感じになってます。これ、マジで強くて、こういうところでこうやってしゃがんでると、結構ね、この色と溶け込むのね、この塀のこれ、この白とこのこれがあるところで溶け込めるから、こういうところでしゃがんでたりとかすると、マジわからんっていう、こういうようにしゃがんでたりとかすると、ガチでわかんないですね。これね、今大会ありなんですよ。大会によっては、ちょっと一応見てほしいんです。規定によるんですけど、これ大会ありなんですよ。で、次ですね。次のスキンいきましょう。面白かったプレイや、とんでもないバグのプレイを募集してます。詳しくは概要欄の方に載ってますので、気になった方はぜひそちらから応募してみてください。エンさん、じゃあちょっとベッドからですね、彫像を展示してください。にいるんで、どっかに敵部隊が爆弾を発見した。にいるんで、どっかに爆弾を見つけた。こちらこれやばくない、この防衛スキン。
めっちゃ強くないこれ。これやばいでしょ皆さん。これも先ほど正解紹介したイエーガーの好きですね。こんな感じで特にビラガって感じなんですけど、あと領事館であったりとか、あと比較的迷彩効果が影響されるのは国境とかかなとかは、もうこういうスキンがマジで強いんで、この視認性の遅さが反応遅れさせたりとか、あとシンプルにハイド成功させたりとかってね、マジで繋がるので、スキンで強さを求めてどうすんだって意見もあるんですけど、けどまあ正直その勝ちにこだわるっていう意味では使ってってもいいんじゃないかなと。まあ逆にね、自分はこういうスキンが好きで好きなスキンを使うんだって言ってね、エイプリルフール迷彩みたいなね、ああいう可愛いのを使っても全然いいと思うんですけど、勝ちにこだわりたいぜって方はですね、ぜひぜひ、多分このチャンネル見てる方はそういう方多いと思うんで、ぜひ皆さんちょっと試しにつけてみてください。ガチで世界変わります。はい、ということでですね、本日は今買える強いスキンということでね、紹介してきたんですけれども、今日はですね、これを使ってゲームをしていきたいと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。初期計とかのカバーとかガンガンしてもらえばいいかな。うん、落とし台いたな。どこの会議の。ああ、これパワー会議攻めっぽいな。俺ちょっとそっち寄るわ。初期まさかのバンカー使わないのか。俺会議多分いる。あ、バンカー来た。バンカードローン来た。来ると思う敵。ショットガンなんだけど。え、バンカーショットガンなんだけど。誰やった。どういうこと、どういうこと、どういうこと。待って、あー、いや、会議やったよ、2人とも。何すよ。あ、ビスのナイスプレイ。俺ブレインド、ブレインド。よしよしよし。なんかロビーガーっぽい。あー、そうだね、ゾビアが最後、ロビーロビーロビー。え、暇だった。あー、いや、今賞金裏取りしてるから大丈夫だと思うよ、多分ロビー。さあ、賞金選手ロビーから、いる、ゾビアを切るか。あー、さあ、ナイス。レンツ側っていうか、その下からバッタリしてもいいと。まだ開いてないね。確かにテイク痛くなったら、開いてました。距離弾。相手、マーベリック的なサムシン自身が。ゲーアーベリック来た。マーベリック来てますよ。はい、まあ、なんだろう、わかんねえ。レンツが来てますよ。お前を支援されてる。俺バレてるわ。俺のこと今、追いかけてる。やった。これ、大窓って今開いてる。大窓って開いてる。クリア、クリア。ダブルマド開いてない。開けてくんね、開けてくんね。俺逃げたい、逃げたい、逃げたい。開けた。マジか。ナイスタウス。よし、今悪かった。これ、帰った。あ、待って、食堂ついるじゃん、これ。ついるわ。マペもいるわ。暇なワンペースと。マペ今焼いてる。で、ドッキーがもいるよ。タイミング悪い。やめちーかー。やったわ、キャプター。ラッキーすぎる。今、ロビー側的いる。いや、ゾヒア、ゾヒアもいい、ロビー、ゾヒアのロビー。ロビーが2。初見詰めてる、通路。通詰めてるよ。15秒。じゃあ、ピン立てんの、ロビー。え、来ないな。もう一人、もう一人。強すぎショットゲーン。その子強すぎショットゲーン。あ、別にちょっと頼むわ、冷蔵庫。ブリッツ、ブリッツ。セット来るかな、ワンチャン。ガスちょうだい、ガスちょうだい、ガスモクちょうだい、ガスモク、セット来る。あー、危ないわ。オッケー、了解。ここ、目の前、目の前、目の前、ブリッツ。ブリッツやられた。ブリッツやられた。ブリッツにやられた。ブリッツ伸び返しだったのが絶対。ガスやった。セットここは出した。これする？いや待って、奥に。冷蔵庫ゾフィア。あれセットアップ。フリーター殺しに行く。フリーター殺しに行く。出てきてる。待って、フリーター殺しに行くから待って。フリーター死んだ。フリーターやった。フリーターやった。伸び返ってくる。もう一個だろ。オッケー。ブリッツがここいる。ブリッツやった。やった。あとロビ。あれロビーかい。折り切り折り切り。ナイスナイスナイス。カバー。あ、山頂50見てくださいね。だいぶ、だいぶ。いや。いや。ナイス。ここは開けよ。ここ開けよ。ちょっとみんな気をつけてね。車線開くから気をつけてね、ここ。はい。柱裏、柱裏。え、なんかめっちゃ似合いいる。あれめっちゃ似合いいる。ダウンした、ダウンした、ダウンした、ダウンした。ドッキン来た。やべやべやべ。ダウン殺した、ダウン殺した。逃げ見といてくれ。柱裏超えた、柱裏超えた。見えた？なんか？んだ。さて、この裏、壁裏、壁裏、1枚の壁裏。壁裏、吹っ飛ばす、壁裏、吹っ飛ばす、壁裏、吹っ飛ばす。すごく、ちょろいって聞いたな。飛ばんかった。待って、ピークしてる、これめっちゃ似合う、めっちゃ似合う、めっちゃ似合う。やった。カメラある？ない。あるよ、あるよ、あるよ。ナイス。連中扉にいるわ、これ、明らかに。さっき、やった、やった、やらっちゃった。ナイス、ナイス。フラッシュやった、フラッシュやった、フラッシュやった。一回そっち戻るわ。レンツダウン、レンツダウン。プラント入ろう。待った。めっちゃ俺命、俺命してるわ、命してるわ。プラント中。半分あった。フォアある。オッケー。やった。ナイス、ナイス。やったー。
来なさい。